結果、フザ・アーサナとは、ヨーガの座法、体位のこと。今日のアーサナ重視のヨーガは、インドの伝統とは異なる。古典ヨーガについて書かれた、ヨーガ学派の経典である、ヨーガスートラの第2章46から48節に、アーサナについての記述があるが、あくまでも、瞑想のための安定した、快適な緊張を緩める座り方を推奨している、記述で、アーサナが、 ヨーガにおける百種ほどの様々な体位を意味するようになるのは、ハタヨーガ以降である。ただし、アーサナが練習の中心となるヨーガのスタイルは、インドの伝統にはなく、20世紀初頭に初めて登場したものである。また、現代のアーサナの大半は、伝統的ヨーガとも異なるという。ハタヨーガの教典である、ハタヨーガブラディーピカーの第一章では、 計84種のアーサナがあるとされ、主なものとして以下のアーサナが紹介されている。体位のポーズといった様々な訳し方があるが、汎用性を考慮し、以下ではのアーサナで統一する。アーサナの歴史的研究を行ったマーク・シングルトンは身体重視の旗用画においても、 インドの伝統的なヨ画ガ実践で、アーサナがその中心であったという証拠はなく、世界的に普及しているアーサナを練習の基本においた、ヨ画ガは、近代以前には見ることができないものである、と述べている。古典的な旗ヨ画ガでも、アーサナは、複次的な位置しか与えられておらず、レンゲ座、達人座を除いて、歴史的に重視されていないという。宗教社会学者の伊藤正幸は、 現在実践されているアーサナについて、その大半は19世紀後半から20世紀前半に西洋で発達した身体文化を強調する運動に由来すると述べている。現代のアーサナの起源は西洋式体操法などの西洋身体文化がインド独自の体系として伝統的な旗溶ガの名でまとめられたものであると述べており、 現在のアーサナとヨーガスートラに代表される伝統的な古典ヨーガや中世以降発展した旗ヨーガとのつながりは極めて弱いと指摘している。1920から30年代に現代ヨーガの父と呼ばれるティルマライ・クリシュナ・マーチャーリアが西洋の身体文化から発生した多様な体操法を自らのヨーガクラスに取り入れ、それを インド伝統の旗ヨーガの技法として確立し、思想面にビベイカーナンダなどのヒンドゥー復興運動の思想とヨーガスートラを援用した。伊藤正幸はクリシュナマチャーリアによって西洋式体操がヨーガに仕立て上げられたと述べている。クリシュナマチャーリアは1924年から死去する1989年までヨーガを指導した。アーサナを中心とした。 現代のヨーガは直接または間接的にクリシュナマチャーリアの影響を受けている。現代実践されているアーサナを練習の基本に据えたヨーガは作られた伝統であった。例えばクリシュナマチャーリアは旗ヨーガの古典にはない近代ヨーガの大尉であるシールシャーサナに重点を置いた超本人と言われる。スーリアナマスカーラは20世紀初頭頃にもともとは ボディビルディング系のエクササイズとして考案されたものである。また、ストレッチしてリラックスのような現代のヨーガの要素は1930年代の欧州で女子の柔軟体操として行われていたものである。このヨーガ体操はアメリカのカウンターカルチャーやニューエイジにおいてスピリチュアルな実践と解釈され、これにこうして インドでもヨーガがスピリチュアルな実践であることを強調するようになった。現代ヨーガへの影響の大きいアヤンガーヨーガやアシュタンガヨーガは欧米人との接触以降初めてスピリチュアルな意味付けがなされており、現代ヨーガの指導者側だけでなく、受容者側も会話や雑誌の体験談、ブログなどを通してスピリチュアリティの創出に積極的に関与している。 伊藤正幸、現代洋画の敬譜、スピリチュアリティ文化との融合に着目して、宗教研究84、日本宗教学会、2011年3月30日、417から418ページ、年度1100億851 4008。ありがとうございます。